それで呼び込みます。ドラマ火花の英語字幕を担当された。芸人チャドマレーンさん。そして日本の今時の若者を代表して、鈴木奈々さんです。どうぞ。どうも。よろしくお願いします。お願いします。ます<い>さあ、改めまして、皆さんもう知ってると思いますが、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、あのー、吉本クリエイティブエージェンシーの戸田夏子。 ことえとチャドマレインのチャドマレインというものですよろしくお願いしますよろしくお願いしますなかなかいいこと言ってくれましたね翻訳といえばチャドということですよ戸田夏子さんがやってること多いですからね海外の映画はそれのということですそれのですわ全然伝わらないですね僕は通訳しても全然伝わらないですからね戸田夏子って知ってますあ知らないですねやなだって字幕で皆さん見られないからチャドチチャャドドマレーンと申しますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします さあそして、はい、鈴木奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<れ>いいですね。可愛いなんていう声も飛んで。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。<laughs> さあ、お二人、お座りいただいて <laughs>、はい、よろしくお願いします。座らせていただきます。はい。はい。はい、ネットフリックスオリジナルドラマ、火花はですね。6月3日金曜より。世界190カ国で。全10話一挙配信開始されました。 そしてこれが見れるのもネットフリックスだけでございますすごいことですよねそうなんですよあの、はい、世界世界中で見れるっていうのはあの実はみんな家帰ったらあの英語じゃない字幕で見れるわけやからなるほど、うんはい、190カ国じゃあ190カ国語というかその数の言語で見れるってことですね60カ国語ぐらいでもうで出てる見れるようになってるんで<な><な>皆さんもね国の方にね伝えていただければ、うん はい、いいい見れるんじゃないかととうことでございます。さあ、本日はですね、日本初のこのドラマが海外ではどのように受け取られるか、うん、大きな注目が集まっている中本日60か国75名の皆様が第1話をご覧いただいたということですが奈良、はい、さんもね、皆さんと一緒に見,ました見てくれていましたけどか私、火花、はいま、見てなかったんですよ。本を,ね、本を見てなかったんですけど、はいはい、すごい楽しくて感動しました。 感動し,し感動して、はい、なんかもっと頑張ろうって、すごい心に響きました。うんうん、すごいですね。はい、すどうなんですか、チャドさん、この意見は。どうですか。はい。え、それちゃんと英語字幕で読んで、感動したわけなのかな。なっぱり字幕読めない。読めない。読めない。で、日本人だから、ね。英語字幕読めないですよね。<laughs> はい、はい。でも感動して。超感動した。楽屋に戻ってきた時にもう本当に感動しててね,ね。いや、本当に感動して、びっくりした、こんな感動するお話なんだって。 では私、芸能界もっと頑張んなきゃってね。 なんか全然頑張ってないなってなんでそこででか <laughs> もっと頑張ろうってすごい気持ちになりました、はい、思え,えた、ねはい、その温度がすごい伝わりましたん、はい、なんか漫才の世界ってすごい大変なのんだなってすごい感じましたお笑い会ですねお笑い会はいはい。さあここからですね英語字幕を担当したチャド・マレーンとですね、はい、今日一緒に一話を見ていただいた日本の今時の若者代表鈴木さんにお集まりいただいた外国人の皆さんにドラマで描かれている日本の若者文化そして日本の芸能界についてレクチャーしていただこうと思います

はい見ていただきましたさあこれ分かるかというねご覧いただいたのは熱海の花火大会の漫才シーンでしたがここで注目したいのは漫才というものなんですけれどもまあね奈々さんをはじめ僕らはね漫才というものを知ってると思うんですが海外の方はどうなのかということなんですけどんうなですか海外の僕の初めて日本にやってきたのが15歳の時だったんですけど日本のテレビを見て日本語を覚えたんですけど漫才の漫才の 番組で覚えたんです。で<あ>漫才見てはこんな世界があるんやって感銘を受けて、そのまま N. S. C. 入ろうと思ったんですん。吉本の養成所にね。はい、<ー>ん <laughs> なんで受けたんでしょうね。N. S. <S <laughs> C.。<S N. S. C. が面白かったですね。はい。ね。はい。はい、あの漫才っていう形は、はい、初めて見ました。ああ、なかったという。全然日本にそんな世界があるとは知らずにやってきまして。で、ちょっと皆さんにも聞いてみましょうか。 日本に来る前から漫才というものを知ってたよという方は旗を振ってください<え>ああ、3人とかですね少ないですね4人とかなぜ知ってたんですかあ、日本のテレビを見てたから知ってたとなるほど他の方はもう知らなかったということですよねね。これどうなんですかこれコンビで活動するということ自体も 海外でではどういういものなんですか、あのー、コンビでネタをやるにしてもそもそもお笑い文化っていうのも日本のお笑い文化がすごいんですよ。いろんなジャンルがあってその中に漫才が一個あるんですけど、うん、えと僕オーストラリアですけどオーストラリアでコンビで活躍する人だとしても、はいあのー、どっちもボケなんです。でツッコミおらへんからなんかふわ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 って進んでいくものをちゃんとツッコミ コミがいることによって、ボケがどこまでも飛んでいけるっていう、はい。は、えー、あー、なるほど。そうコードが面白くて。えー、なんかロマン感感じましたよ。うーんロマン感じたと。<笑><笑>ロマン感じたからな、<laughs> うん、まあ、こっちの方が断然、断然おもろいと思ったんです。うーんだから、皆さんからしたら、うん、一回ツッコミの人が訂正していくから。はい、日本人ってすごい真面目なんだなとか思ったりするんじゃないですか。ね。え。うなずいてる。 思いますかそこのお笑い文化に関してはオーストラリアは欧米のお笑いですとツッコミはいらないんですよ勝手にお客さんがみんな心の中でツッコんでいくはい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 にいは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 いていは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 いうのは勝手に思うだけで誰かが否いするわけじゃないでもよくよく考えると 突っ込みがいることによって、はい、リズムも出てくるし、もっとより。変なところにボケていけるっていう。ので漫才がすごいって思いませんか。ね。思いますよね。ね。ね。思いませんか。<laughs> 無理やり言わせた感がすごいですけどね。<laughs> ね。こ<や>ういう似たものはあるんですか、はい、海外に。 昔、アポト・ト・コステロとかって見たことある人いますかがいるんですよ、ボケとツッコミ、ベターな漫才コンビが。それが多分戦前とかで他界されてる人たちであって、最近、つまらなかったんですね。ロレルとハーディとかいろんな人いたんですけど、最近流行りが。 まツッコミはいなくなって、はい、そういう流行りじゃなくなったんですけどこれをきっかけにやっぱりお笑いって壊るべきちゃうかなってなるんちゃうかなと思います。